おはようございます。おはようございます。じゃあ行きましょう。おはようございます。ハレリア、シャロン、シャロン。あ、これも持ってくるの忘れて、ごめんなさい。これ持ってくるの。シャロン。今日はですね、特別な礼拝ですよ。皆さんご存知のように、先週の6日、トランプ大統領が、エルサレムをイスラエルの首都と、認定し宣言しました。これはすごいことなんです。すごいことなんです。すごいことだっていうことがだんだんこう分かってきたみたいな。多くの人はそれがどういうことか、ね、よく分からない方もたくさんいます。放送でもいろいろ言ってきましたけども、さらに今日はですね、そのことをもっと詳しく言いたいと思いますが、とにかくすごいことなんです。そして、クリスチャン、ユダヤ人の人、まあ、全員じゃないかもしれませんが、ユダヤ人の人からクリスチャンは、クリスチャンも、まあ、全員じゃないですが、クリスチャンも喜びます、ね、そのトランプ大統領の認定宣言を喜びます。なぜ喜ぶかというと、一つはですね、本当に私たちはエルサレムはイスラエルの首都と信じてるからですね。聖書を読めば明らかなんですよ、皆さん。聖書を読めば明らか。今からおよそ3000年前に、ダビデがその王になった時、サウル王の次に王になったんですね。王になった時に、そのエブス人の町を攻め取って、そこを自分のその住む町にしたんですね。それがエルサレムですよ。つまり、そのエルサレムはダビデが作ったと言えるわけです。ダビデが作った町。そしてそのエルサレムに今度は神の契約の箱が運び込まれました。契約の箱ですね。アークと言いますね。アーク。で、それは神様の臨在を表しています。契約の箱は神様の臨在を表しています。そしてダビデの子供はソロモンですが、ダビデの次にソロモンが王様になった時に神殿を作ったんですね。イスラエルの神殿。その神殿の聖所、至聖所という2つの部屋があるんですが、その至聖所の至聖所に契約の箱を入れたんですね。アーメン。そこに神様の臨在があったんです。要するに何を言いたいかというと、エルサレムは神の都と書いてあるんです。神様がおられる町、神様の住まわれる町、それが神の都エルサレム、主の都とも言われています。また聖なる山、そのね、エルサレムは小さな丘なんですね。で、それをシオンの丘と言います。シオンの丘という名前がついてるんです。そのシオンの丘がエルサレムなんです。そのシオンの丘に神殿ができたんですね。つまりエルサレムとは何かというときに、神様が選んだ町、神様が自分の聖なる皆を置いたと書いたんです。アメン。その神様は自分の聖なる名前を置いた町、それがエルサレムです。だからエルサレムがイスラエルの首都であるのは当たり前の話なんです。当たり前な話です。そして、西暦70年にローマによって神殿が壊されてイスラエルが散ってしまいました。確かにその後、その西暦、まあ、7世紀8世紀ぐらいに、まあ、イスラム教によってエルサレムが支配されてしまったということがあったとしても、
しかし最初の元はダビデだということですね。ダビデがエルサレムを作ってできた町なんだということ。それをですね、国連がですね、とんでもないことを言いました。国連、イスラエルとあの神殿の丘とは何の関係もないというふうに国連発表しましたけど、とんでもありません。それはきっと聖書を知らないから、聖書を知らないからそういうことを言ってるんであって、もうまさにエルサレムは、ダビデが作った町で、神殿があった町で、それはイスラエルの首都だったということですね。多くの人たちはそれを知りません。そして、私たちはそのエルサレムがイスラエルの首都であるということをトランプ大統領が宣言したことはとても歴史的に重要な出来事なんだという認識があります。それはなぜかというと、聖書の予言によると、この人類が今終末になってきてます。終末になってきてますけど、この終末にこういうことが起きるという、そういう予言があるんです。そういう予言の中で、そのトランプ大統領がそのような宣言したということは、その成就、予言の成就の一つのステップなんだということです。それを後ほど説明しますけれども、とにかく皆さん、エルサレムが今、まあ、なんて言ったらいいでしょうか、今世界のその注目される街になっているということは確かだと思います。で、それは聖書に予言があるんですよ。皆さん、聖書にその予言があります。それちょっと読んでみようかな。ちょっと聖書、旧約聖書のゼカリア書というとこなんですけど、その12章にこう書いてあるんですね。12章の、2節にこう書いてあります。ゼカリア 12-2、 見よ、私はエルサレムをその周りのすべての国々の民をゆろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。9節に飛んで、その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。わあ、すごい怖い予言があります。一つはですね、2節ね、そのエルサレムがですね、その世界の国々の国民を色めかす杯、色めかす杯っていうのは、要するに酔っ払ってですね、お酒を飲んで酔っ払うという意味なんですけど、そのようにするというかですね、まあ、どういう意味かということなんですけど、まあ、そのエルサレムによって世界中が振り回されるみたいな、エルサレムによって世界中が、まあ、混乱するような、そういうニュアンスですけれど、実際に今それが起き始めていますね。それがトランプさんの宣言によって、今世界中が今動揺してるんです。特にですね、特にあのイスラム教の人たちはものすごいショックを受けてますね。イスラム教の人たちがすごいショックを受けてね、もう本当に何が何だか分かんないような状況になっています。そして、パレスチナ自治政府がありますが、その昨日かな、昨日か一昨日に、ちょっと名前忘れちゃいましたね、アメリカの議会でですね、ある法案が通ったんですね。その法案はどういう法案かというと、以前、そのテルアビブでアメリカ人が一人殺されたんですけど、その殺したテロリストにパレスチナ自治政府が報奨金、ね、テロをしたことの ご褒美を
お金を渡したという事実があって、そのことによってアメリカはパレスチナに、お金をですね、3億ドルだったかな、3億ドルというお金を今まではパレスチナに援助してたんですけど、それを打ち切るという決議なんですね。そのパレスチナ自治政府にの援助金を打ち切る。なぜかというと、テロリストにお金をあげてるという事実が分かったからね。それが昨日か一昨日議決されました。そのことはもうパレスチナにとってはものすごいショックですね。もう3億ドルというお金がもうもらえなくなっちゃうわけですね。まあですからパレスチナは2つのショックです。2つのショック、つまりエルサレムがイスラエルの、首都であるとトランプ大統領が認定宣言したことが大ショックです。そしてその、そのアメリカの議会の決議によって、そのパレスチナにお金が入らなくなったということがまたショックです。まあそれは、まさにこの今ゼカリア12章2節で読んだように、今世界中がエルサレムによって、まあ、混乱するというか、世界中がエルサレムによって揺れ動かされているという予言が成就しているということです。おはようございます。ですから皆さん、聖書の予言は必ず成就します。神の言葉は必ず成就します。ですから皆さん喜びましょうね。喜んで本当に、聖書が成就することを、私たちは信じています。そして、もう一つ言えることはですね、このだいたい1800年間ぐらいはですね、ある意味では聖書の予言は、この見られなかったんですね。世界の歴史の中で聖書の予言が見られなかったんです。しかし、この100年前のバルフア宣言から、100年前に、バルフア宣言というのがありまして、それはイギリスの外相だったバルフアという方が、これからイスラエルという国を、まあ、作りましょうという宣言なんですね。このバルフア宣言からこれから100年間、今まで今年でちょうど100年ですが、この100年間に聖書の予言がだんだん見られるようになってきたんです。聖書の、今まで1800年ほとんど聖書予言が見られなかったのにもかかわらず、この終わりの時代、聖書の予言が見られるようになってきたんです。そして、このトランプ大統領の、エルサレム宣言も、これは目に見える形の聖書予言の成就なんです。ですから皆さん、この時代に生まれていることを喜びましょう。これからますます聖書の予言を実際私たちの目で聖書の予言をの成就を見ることができるようになるんですよ。第三神殿ができたり、イスラエルが救われたり、そういうことがこれから起きてくるんですよ。皆さん、ワクワクじゃないですか。ワクワクでしょ。この何千年前に書かれた聖書がですね、今成就してるんですよ。もう私たちこの時代、もうその聖書の神の言葉のが成就してることを見ることできるんですよ。皆さん、アメン。ワクワクです、ワクワクです、ワクワクです。それじゃあ皆さん、この喜びを、エルサレムがイスラエルの首都であるということを宣言されたことを喜んで賛美しましょう。アメン。
君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。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 永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。愛されるため生まれた。君の愛は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。存在が私にはそれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今の備え受けている。君は愛されるため生まれた。今も備え受けている。君は愛されるため生まれた。今も備え受けている。
メン。主の御霊の油
注ぎ私を作り変える。ただすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。ただすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。我がすべて御霊の力に満たされて新しく変えられる。新しく変えられる。新しく変えられる。Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
レルアレルヤ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 アレルハレリア、アメン、アメン、アメン。エルサレムが宣言されました。エルサレムがイスラエルの首都と宣言されました。そしてそれは神の都という意味なんですね。エルサレムが神の都だなんです。聖書にそう書いてあるんです。主の都、神の都と書いてあるんです。エルサレムは神の都なんです。神が住まわれる都なんです。確かに、およそ2000年前に、神殿が壊されて、神が、ね、神殿にいなくなりました。イエス様が十字架にかかった時に、神殿の幕が破れて、神殿から神様がいなくなったんですが、しかし神様は、イスラエルを散らしてまた集めるというふうに言われました。そして、2000年近く経って1948年イスラエルが再建したんです。それはもう一度神様がイスラエルを集めたということです。一度死んだイスラエルがもう一度蘇ったということです。死んでいたイスラエルが蘇ったということです。それはイエス様の十字架と復活と似ているんです。イエス様も十字架で死なれましたけど、3日目に蘇ったようにイスラエルも今蘇ろうとしているんです。これは歴史的なすごい出来事なんです。私たちは、この人類の歴史を見て神の栄光を見ることができるんです。私たちは、2000年前に滅びた国がもう一度できるという奇跡を今見てるんです。そればかりではなく、今イスラエルがすごく繁栄しているということも聖書の予言なんです。そしてエルサレムが神の都として今この立て上げられようとしていることも予言されているんです。今私たちは聖書の予言を目の当たりにしているんです。この1800年間聖書予言が、成就を 見られなかったこの時に、初めの雨はイエス様の十字架と復活というすごいことが起きましたけれど、それから1800年間何も起きてなかったんですけど、この終わりの時代にもう一度神様の聖書の予言が目に見える形で起きてるんですよ。皆さん、私たちクリスチャンは信仰でイエス・キリストを信じましたが、その、目に見える形でも今聖書の出来事を目撃しているんです。マタイ24の32
マタイ24の32、33にこう書いてあります。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イチジクの木って何ですか？イチジクの木というのはイスラエルを表しているんです。そして枝が柔らかになって葉が出てくる、つまりイスラエルがこう葉っぱが出てきて実を結ぶようになるということですが、今イスラエルは葉っぱが出てきたんです。枯れていたイチジクが、枯れていたイチジクが、枝が柔らかになって、死んでいたイスラエルが、死んでいたイチジクが葉が出てきているんです。今がその時なんです。今から100年前にバルフォア宣言がありました。イギリスの外相であるバルフォアさんはクリスチャンシオニストだったんです。クリスチャンシオニストというのはクリスチャンで、そしてイスラエルを応援する人のことをクリスチャンシオニスト。そのクリスチャンシオニストであるバルフォアさんが、そのイスラエルという国が集まって、イギリスはそれを応援するよと宣言したんです。それがバルフォア宣言です。それがちょうど今から100年前なんです。今から100年前に、イギリスのバルフォア外相が、イスラエルができるということを宣言し、そこから世界中のユダヤ人が集まるようになってきました。離散がディアスポラ、ね、世界中に散ったのがディアスポラ。今集まっているのはアリアと言いますね。アリア、アリアっていうのはこう集まってユダヤ人が、集まってきている。これがイチジクから枝が柔らかくなって葉が出てきたということです。そして今から、70年前に、イスラエルという国が建国しました。その時に活躍したのがハリー・トルーマンという人ですね。ハリー・トルーマン、知ってる人は知ってますね。その日本が負けた時のアメリカの大統領です。戦争中はルーズベルトが大統領だったんですけど、ルーズベルトは戦争が終わる前に死んだんですね。死んでアメリカの大統領はハリー・トルーマンというハリー・トルーマンです。でそのハリー・トルーマンも実はクリスチャンでシオニストだったんです。アメン。ハリー・トルーマンもクリスチャンシオニストで、イスラエルの、ね、建国に力を注いで実現したんです。その時も世界中が反対しました。世界中が反対しましたけど、ハリー・トルーマンは勇気のある人で、その反対を押し切ってイスラエルの建国に力を尽くしました。そしてトランプ大統領は今のアメリカの大統領です。そのトランプ大統領も、クリスチャン・シオニストなんです皆さん。そしてトランプ大統領は、クリスチャン・シオニストとして、エルサレムがイスラエルの首都と先週の6日アメリカ時間で6日宣言したんです。わお、皆さんすごいでしょう。皆さん、バルフォアさんも、ね、ハリー・トルーマン大統領もトランプ大統領もクリスチャン・シオニストなんですよ。つまりどういうことですか？クリスチャンがイスラエルの再建を祈ってイスラエルができてきたということなんです。皆さん、このこととても大事なんです。イスラエルが今ものすごい発展した国になっているんです。経済がすごくいいんです。周りのイスラム教国はみんなめちゃくちゃです。シリアも、イラクもみんなめちゃくちゃです。エジプトも今めちゃくちゃです。そのイエメンもめちゃくちゃですね。もう本当にイスラエルの周りはめちゃくちゃなのに、イスラエルには平和があり、
経済が発展し、IT とか農業が発展してるんですよ。今世界の注目されてる国なんです。今世界の大企業が今イスラエルにこう、拠点を置いてるんですよ。今イスラエルが世界の中心になってるんですよ。皆さん、これは奇跡だと思いませんか？これは奇跡だと思いませんか？エルサレムの周りが、ね、もう非常に悲惨な状況の中でイスラエルだけが発展しているというのは、これはまさに神様の介在なくしてありえないんです。イスラエルは神が選んだ国で、神が愛する国だということが聖書に書いてあるんです。それが今私たちは目に見える形で、目に見える形で聖書の言葉が、神の言葉を見ることができるんですよ。皆さん、すごいでしょ？すごいですよね。バルフォア宣言は今から100年前、イスラエルの建国は今から69年前ですが、来年はイスラエル建国70年です。イスラエル建国70年。素晴らしい 年なんです。今年も素晴らしい年ですが、来年も素晴らしい年なんです。そして、今から50年前、50って言うと呼べるの年ですよね。50年前にエルサレムの奪還です。第3次中東戦争で、イスラエルは東西エルサレムを統一してエルサレムを奪還したんです。これも素晴らしい出来事なんですよ、皆さん。100年前、70年前、50年前、素晴らしいことが起きてるんです。それが今年です。そして来年がイスラエル建国70年です。なぜこの12月にトランプさんが宣言したかというと、いきさつがあります。一つのいきさつは、ある牧師がトランプ大統領に言いました。今年はヨベルの年だから宣言をすべきだとアドバイスしたんですね。牧師がですね、トランプ大統領に、今年はヨベルの年だから、このヨベルの年に宣言すべきだと言ったんですね。まあ、トランプさんに聞いてみないと分かんないですけど、その忠告を受け入れて宣言したかどうかは、まあ、分かりませんが、その可能性があるということですね。その可能性があります。とにかくこのヨベルの年にエルサレムがイスラエルの首都であると宣言されたことは、世界に大きなインパクトがあるんです。私たちはイエス・キリストは救い主だと宣言しますよね。神の子であり、イエス・キリストは神の子であり、イスラエルの救い主、メシアだと宣言しますよね。これが私たちの信仰告白じゃないですか。私たちはイエス様を告白しますよね。これが大事な告白です。でもエルサレムがイスラエルの首都であると、イスラエルの人であると宣言することも大事な告白になるんです。なぜかというと、エルサレムは神の都だからです。神の都、そこに神様が、まあ今は住んでないかもしれませんが、以前は住んでいて、そして千年王国の時にはイエス様がエルサレムに来て、エルサレムで、イエス様はそこで統治しますね。つまりエルサレムは神の都なんですよ。昔も未来も、昔も未来もエルサレムは神の都なんです。イエス様が再臨して、地上再臨はオリーブ山に再臨しますね。オリーブ山はエルサレムのすぐ近くですよ。そのオリーブ山にイエス様は、そこに地上再臨、すべてのクリスチャンを連れてオリーブ山に再臨します。そしてイエス様はエルサレムに入るんですよ。エルサレムに、東の門からエルサレムに入って、その第三神殿が多分その時あると思うんですが、その第三神殿の中でイエス様は統治するのが宣伝王国です。ですからエルサレムは神の都なんですよ。エルサレムは神の都です。そして天の都は上のエルサレムなんです。この地のエルサレムもエルサレムですが、天国の都も上のエルサレムなんですよ。皆さん、私たちは
天国に行くと私たち信じています。クリスチャンは天国に行きますね。アメン。それは天国のどこですか？天国の都なんですよ。天国の都に私たちは入るんです。そこで永遠に住むんです。ですからエルサレム大事だと。大事でしょ？大事ですね。アメン。そしてですね、これはイスラエルがこのように今目に見える形で繁栄してきたことは、ね、これはイエス様が近いということだと書いてあるんです。イエス様の再臨が近いということです。ですから兄弟姉妹の皆さん、今私たちはイエス様を信じてきましたけど、これからはイスラエルを見ることによって目に見える形で信仰を見ることができるんです。聖書の、ね、聖書の預言が成就するのを見て、信仰が目に見える形で神の言葉が見えるんです。アメン。神の言葉が見えるような歴史になっていくんです。わお、すごいですね。皆さん、もう本当に次に来るのは何か分かりません。次に来るのは第三神殿がの建設かもしれません。でも一番大事なのはイスラエルの救いですね。イスラエルのメシアであるイエス・キリストを信じるようになります。受け入れるようになります。それがイスラエルの復活なんです。イスラエルの復活です。今、イスラエルはイエス様を拒絶していますが、イスラエルが悔い改めてイエス様を信じるようになったらば、もうそれはすごいことなんですよ。そのすごいことの前のステップがこのエルサレム宣言ですね。エルサレムの宣言はイスラエルがイエス様を信じることの前段階なんです。でもすごい段階なんです。すごいステップなんです。すごいステップなんです。イスラエルは2000年前にイエス様を十字架にかけました。そしてイスラエルは呪われてしまったんです。枯れてしまったんです。2000年間イスラエルの人たちはもう本当に迫害から迫害、虐殺から虐殺の本当にひどい歴史でした。あのホロコースト、皆さんご存知だと思いますが、イスラエルの人たちはなぜこんなに、イスラエルがこんなにひどい目に遭わなきゃいけないのか、もう本当に悩んできました。でもその原因はその聖書に書いてあるんです。それはイスラエルが不信仰になったって書いてあります。イスラエルがイエス様を拒んだからって書いてあるんです。イエス様を拒むと枯れてしまう、滅んでしまう、苦しむということがイスラエルを通してわかるんです。アメン。すべての人間に言えるんです。すべての人間に言えるんです。イエス・キリストを拒んで、イエス・キリストを信じないならば誰でも滅ぶんです。誰でも枯れるんです。その証明がイスラエルなんです。イスラエルがイエス様を拒んで十字架にかけた結果、イスラエルは枯れてしまったんです。でも神様は憐れみ深い方です。神様はそれでもイスラエルを愛して、イスラエルが死んでしまって枯れてしまった、そのイスラエルがこの終わりの時代にもう一度蘇って、もう一度蘇ってイエス・キリストを信じるというご計画があるんですよ。どういうことですか？神様はものすごく憐れみ深く、ものすごく愛に富んだ方だということなんです。神様がイスラエルをどれほど愛しているか、どれほど神様がイスラエルを愛しているかということを表すんです。私たちはそのイスラエルがこれから救われるところを見て何を感じるべきですか？神の愛を感じるべきなんです。神の清さを感じるべきなんです。神様のものを、無限の愛を、もう神を拒んできたイスラエルを、それでも許して最後には救おうとする神の大きな大きな愛が現れてるんです。皆さん、イスラエルを見て神がわかるんです。イスラエルを見て神がわかるんです。ですから皆さん喜びましょう。
喜びましょう。見えない神が見えるイスラエルを通して表されてるんです。目に見えない神様がイスラエルを見て神が分かるんです。ですから皆さん喜びましょう、喜びましょう。これから聖書の言葉はことごとく成就していきます。ことごとく成就していきます。私たちはいろんな患難苦難もあります。しかし神様の、栄光もあるんです。イスラエルが救われると同時に日本も救われると信じます。日本も救われると信じます。そして、さっき言いました、イスラエルは2000年前にイエス様を拒みましたけど、その拒んだ十字架が、その十字架にが異邦人の中で、異邦人の中で異邦人の救いとなって、この2000年間たくさんのクリスチャンが生まれました。このたくさんのクリスチャンが生まれて、そのクリスチャンの祈り、さっきクリスチャンシオニストと言いました、バルフォアもそうです、ハリー・トルーマンもそうです、そしてドナルド・トランプもそうです。クリスチャンシオニストが、日本で言えば中田十字です。中田十字が、中田十字もクリスチャンシオニストで、イスラエルの再建を祈りました。祈って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 祈ったら、数年後にイスラエルが再建したんです。日本にもクリスチャンシオニストがいたんですね。中田十字という人です。そのクリスチャンの祈りによって、クリスチャンの祈りによってイスラエルが生き返ってきたんです。アメン。このことをぜひ知ってください。異邦人はイスラエルの信仰によって受け継げられた野生種のオリーブ種です。オリーブの野生種です。その異邦人のクリスチャンが今度はイスラエルのために祈ってきて、イスラエルが生き返ろうとしてるんです。今がその時です、今がその時です。私たちはイスラエルのために祈るべきです。エルサレムのために祈るべきです。イスラエルの敵になってはいけません。聖書にこう書いてあります。イスラエルを祝福する者は祝福される、イスラエルを呪う者は呪われると書いてあります。これはアブラハムを祝福する者は祝福されるということの変形ですけれど、ですからアメリカがある意味で繁栄したのはイスラエルを祝福したからではないでしょうか。日本もイスラエルを祝福してきたんです。ですからこれからも日本はもっともっとイスラエルを祝福すべきなんです。先週の6日にドナルド・トランプさんが宣言した後、フィリピンがやはり同じように大使館をエルサレムに置くと表明しました。それからチェコ共和国も西エルサレムに大使館を移動させると表明しました。これからたくさんの国がアメリカに追随するかもしれませんよ。皆さん、日本もそうなってほしいと思います。皆さんもそれを祈ってください。日本もエルサレムに大使館を移動するように祈ってください。アメン、アメン、アメン。皆さん、おはようございます。Good morning. 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 Thank you very much. ありがとうございます。Our Lord is always great. 私たちの主は素晴らしい。Our Lord is always great. その主はいつもすごい。We thank our Lord. 主を感謝します。Because
Our Lord is beautiful. もう主は美しいから。Our Lord is beautiful. 主は美しいですよ。Our Lord is a miraculous God. もう主は奇跡の神ですよ。Our Lord, because our Lord is a miraculous God, our Lord is different from other God. もう主はですね、奇跡の神であり、他の神とは全然違うんです。Can you compare any Lord that is miraculous?もう主の奇跡をですね比べられますか他のものと No No Because なぜかというと The Jerusalem announcement That's another miracle もうこのエルサレムのことはですねもう本当に奇跡の一つです Because なぜかというと For Donald Trump to make such announcement You need a courage You need to be moved by God ドナルド・トランプがこういう宣言をしたためにするには勇気がね勇気が必要でした。And that courage has to come from God. その勇気は神から来た勇気です。You cannot make such an announcement. It's impossible. もう普通だったらありえないことですね。And that was the right timing. これとてもいいタイミングです。The Lord is great. もう主は素晴らしい。The Lord is great. 主は素晴らしい。This morning, brothers and sisters. 今朝兄弟姉妹。I understand that many people this morning is listening to me. もうたくさんの人が聞いてると理解しています。Brothers and sisters. 兄弟姉妹。First, I'm going to thank you for being here this morning. もう今朝、このいることを感謝します。We have to thank our Lord too for making us to be here this morning. 今朝、主が私たちをここに置いているということを感謝します。It's not by our power. It's the power of God.もうこれは私たちの力ではなく神の力によって私たちがいるんです。It's not your power, brothers. これは私たちの力ではないんです。It's the power of God that you, me, and the pastor is here this morning. もう神の力によって皆さんがここにいて私がここにいてパスター麻生もここにいるんです。We are driven by the power of God. We are driven. 神によってこう誘導されてきたんです。We thank the Lord. 主に感謝します。First, let's say seven hallelujah to the Almighty Father. まず7回主に向かってハレルヤと叫びましょう。Let's go. ハレルヤ、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 ハレルヤ。Thank the Lord. ありがとうございます、主よ。Thank the Lord. 主よ、ありがとう。Last year. 去年。We had the same time of December. 去年の同じ12月に。And when the year is coming to an end, その12月は1年の最後の時ですよね。So that is the time every Christian. その最後の12月は全てのクリスチャンが。You have to ask yourself. 自分に聞かなければなりません。What have you done with your life for the year? この1年何をしただろうか? Have you given thanks to the Lord? 主に感謝してましたか? Did you praise the Lord? 主に祈ってましたか? The year you were protected, you were covered by the grace of the Lord. Now, did you say thank you to the Lord? This is December.今年ですね主の力によって守られ、恵みを受けてきたことを12月に感謝するべきです。So, brothers and sisters, 兄弟姉妹 wherever you are this morning, もう今朝皆さんがどうであったとしても just kneel down and say, Lord, I thank you for my life. もうひざまずいて主を感謝しますと言うべきです。Say, Lord, I thank you for my life. もう私の生活感謝します。Because our Lord isOur Lord have an infinite love for His children. もうその主はですね、もう無限の愛を子供たちに与えてんですよ。The Lord is infinite. It has no attachment. It's infinite. It gives to the children. もうその神様は無限の愛で、もう本当に無限の愛で愛してくれてます。That is why when you receive the love of God, you receive the beauty of love, the beauty of God.
もう本当に主からその愛を受け取ることができるんです。 Christians, クリスチャンは When you receive this love, 主から愛を受け取るとき You have to share with your brothers and sisters. もうその愛を分かち合うことができるんです。 You have to share because it is free love. もうこれはあの無料、ただの愛でもらったんですから、ただであげるんですね。 So, yesterday, 昨日 I was going to 新宿に行きました。On the train, 電車の中で This is my observation. 私が 見たところによると when in New York, ニューヨークでは On the train, 電車の中では you see people smile. もうみんなニコニコしてるんですね、ニューヨークでは。They smile. もうみんなニコニコしてます。 That is, you see, that is you sharing love. That is energy, the energy of love. You smile and people return back with smile.もう人々はですね、愛を分かち合ってるんですね。スマイルで分かち合ってるんです。But here in Japan, でも日本では、everyone is going with their poker face. もうみんなポーカーフェイスですよ。It's a very sad thing. もうなんかこう、悲しい顔してます。This is why we pray the Christians. ですからクリスチャンは祈んなきゃいけません。We have to pray for the light of God to shine on everyone here so they can share their love. その神の、光が照らされて、愛が与えられて、その分かち合うように祈んなきゃいけません。Because you know, 知ってますか？ When you have pain, when you have something bothering you, you have a problem. You cannot smile. もし私たちがね、こうなんか傷つけられたり、なんか問題があったら、もちろん笑えないですよね。That is my observation on the train. 私がこれ電車の中で見たことなんです。But many Japanese will tell you it's my Japanese culture. It's never Japanese culture. It's the pain everyone is going through here. Many Japanese people will tell you it's Japanese culture. But no, I think the devil is holding everybody to ransom. ですね、たくさんの日本人は日本人の文化について言わない。They're gonna tell us it's our culture. We don't smile. We don't do this. We don't do this on the train. その多くの日本人は笑わないとか、日本人は悲しいとかそういうこと言わない。No, 言ってる？言ってる。それが文化。あ、本当。日本人が笑わないとか、日本人が悲しい顔してるのは文化だと言っています。No, it's not culture. でもこれは文化じゃないんです。It's not culture. これは文化じゃないんです。Every man has to be free. もうすべての人はですね、自由でなきゃいけないんです。The Japanese man and the Japanese woman, they want to be free. もう男性も女性もみんなね、自由になりたいと思ってるんですよ。They want to smile when they want to smile. もう笑いたいと思ってるけど笑えないんですね。So, because of this, this is the work of the devil.これが悪魔の技なんですよ。By medical analysis. この医学的なその人たちは、医学の評論家は、When you smile, もし笑ったらば、it have a positive impact on the body. もう体にそのいいポジティブなものを受け取るんです。But when you go angry and go with poker face,For 12 months of the year, you have a negative impact on your body. もし12ヶ月1年ですね、もし私たちがこう怒っていたり、もうネガティブな気持ちがあると、ネガティブなそのインパクト、影響が体に来るんですよ。That is why the Spirit of the Lord, the beauty of the Lord, the infinity love of the Lord, we have to pray to have it.ですから私たちは神様から永遠の愛、そして本当にその喜びとかポジティブなものを本当に受け取るように求めて、それをこの分かち合わなきゃいけません。 Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、 Don't be shy. もうその恥ずかしがらないでください。 Don't be shy. 恥ずかしがらないでください。 Smile and let the beauty of the Lord come into your life. Smile to your people. Smile, brothers and sisters. Smile. 人々に笑ってね、微笑んで、神の愛をですね、恥ずかしがらないで実行しましょう。When you smile, you receive smile.
もう皆さんがあのスマイルすればスマイルを受けるんですよ。When you smile, people give you back smile. 皆さんが微笑めば人々も微笑んでくれるんです。When you smile, then the positive life come into your life. もう私たちが微笑むならばそういうポジティブなものが来るんです。Let me give you an example. 例えがあります。When you smile to people, 人々に微笑むと、then people gather around you. もう人々が皆さんの周りに集まってくるんです。Then people get close to you. そして人々が近づいてきます。Then you are never lonely anymore. もうそれでもう全然孤独じゃなくなるんですよ。Because you are taking away the negativity from your life and you are inviting the positivity in your life. もうそれはあのネガティブを捨ててね、捨てたからポジティブが来るからです。Because when you smile, it has a lot of energy to invite beautiful people in your life. もうそのポジティブな気持ちはエネルギーをくれます。So I pray to brothers and sisters this morning. ですから祈ります。This coming here, you're gonna be smile and smile and smile. Your life is going to be beautiful. もう本当に皆さんがあの微笑んでスマイルすればスマイルするほど本当に人生が変わるんです。You're gonna be God will use you to put smile in people's face. もう本当にあの皆さんがあのその、微笑むということを本当にこう実行するならば、But there is a secret. しかしこれはあの、But there is a secret to make you smile. これは日々のシークレット。There is a secret that can make you voluntarily smile. なんて言ったらいいかな。There is a secret you need to know. それを知るのは秘密です。No, you have to learn how to smile. It means you have to learn how to smile. どうやって微笑むかということを学んでください。Yes. First, 一番。You have to enter the partnership in prayer with the Lord.まあ、その祈りを主に祈ることによって主とパートナーシップを結ぶことです。When you have a partnership in prayer with the Lord, 主と祈りによってあのパートナーシップというのは何て言うんでしょうかね、一緒に協力するということかな。Then the Lord start to, then you, the Lord can have the chance to use you. そうすると主が皆さんをこう用いる機会を与えてくれます。Now, brothers, let's read the book of Matthew. マタイの19. マタイ19. Okay, good. Matthew 16. ごめんなさい。16の19。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれています。This verse, この説は、This is the beauty of love. これは愛の、美しさですね。The key to love, the key to success. これはあの成功する鍵ですね。The key to anything in life.もうこれはですね、あのその人生のその鍵です。This coming here, this coming 2018, この2018年が来ますけど、Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、The Lord has given you the key of life. この鍵を使う人生を始めてください。The Lord has given you all the key of life.もうこの皆さんに主はですね、その人生の鍵を与えてるんですよ。Because、なぜかというと、when you pray, もし皆さんが祈るなら、when you pray to the Lord, 主に向かって祈るなら、you develop a spiritual contact with the Lord. もうそれは霊的な主との接触によって、when you have a problem, 問題があっても、when you have a problem, 問題があるとき、and you pray to the Lord.主に向かって祈ると、and you pray to the Lord, and you tell the Lord your problem. もうその問題が、チャージ。When you tell the Lord your problem. その問題を主に言えば、because problem come with Satan. その問題っていろんな問題はサタンから来てるんですよ。But when you pray to the Lord, もうそれを主に祈るならば、
The Lord will bind the Satan. そのサタンを縛って。The Lord will bind the Satan. サタンを縛って。So you will have your way. そして道をつくくれます。You will have your way. 道を開いてくれます。You will have your way. 解決の道があります。This year. 今年。This year. 今年。Next year. 来年。Brothers and sisters. 兄弟姉妹。We will have our way.道が与えられます。We're gonna have our way. 道が与えられます。We're gonna have the most beautiful way in our life. もう人生の素晴らしい道が、美しい道が開かれます。Brothers and sisters, your life will never be the same again. もう兄弟姉妹の皆さん、もう人生は同じじゃないです。Your life will never be the same. You're never gonna go through the pain in your life anymore. もう痛みの人生じゃないんです。You're never gonna go through the pain in your life anymore. もう人生に痛みを感じることはないのです。Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん。2018, you have to shout to the Lord and say, Yes, we have arrived. 2018年。叫ぼうではないでしょうか。私たちは生きている。Brothers and sisters, you're gonna go through this train station and give a testimony to the world and say, Yes, the Lord has set me free. もう駅に行ってですね、もう証ししてください。私は自由になった。Because you're gonna shout to the world and say, I am free. 私は自由になったと叫びましょう。Let's pray to the Lord. 祈ります。Brothers and sisters, 兄弟姉妹。Bow down your head. 頭を下げて。In Jesus' name.イエス様の御名によって。In Jesus' name. イエス様の御名によって。Brothers, with brother, the Lord, we thank you again. イエス様、本当にもう一回ありがとうございます。The year is coming to an end. もう今年も終わります。We thank you. ありがとうございます。We thank you for everything. もうすべてのことありがとうございます。We thank you for everything. すべてのことありがとうございます。Not by our power. 自分の私たちの力ではないです。Because of you. もう全部あなたの力でした。The water we drink. もう飲む水も。The food we eat. 食べ物も。Our health. 私たちの心臓。Our health. 私たちの健康。The house we live. うち。The protection from you. あなたの守りによって守られました。All was from you. すべてがあなたから来ているのです。Father.父よ、This moment, 今、on behalf of me, Pastor Asosa, LTL Church, and brothers and sisters, we're gonna say thank you to the Lord. もう、Pastor Aso も LTL も兄弟姉妹も本当にありがとうございます。Jesus Christ, our Lord, we thank you. イエス・キリスト、私たちの主です。ありがとうございます。The year has two more weeks to go, but before the end of the year, Father.Continue to guide us and continue to protect us and continue to shepherd us like the rich shepherd of the Lord and put us through the year before the end of towards 2018. あと今年は2週間ぐらいですけれども本当にこの2週間守り続けてください祝福し続けてください Brothers and sisters, 兄弟姉妹 Those who has a health problem.もし、健康に問題がある人は、Those who live their life has no direction. もうなんか、悩んでる人がいたら、This moment, 今、in, with the power of our Holy Father, もう聖なる父の力によって、with the power of our God, 神の力によって、Your life will never be the same, not from today. もう今日、皆さんの人生は同じではありません。You've gotten a good direction.もう良い方向を持ちます。Your life has been defined. もうその命がそのはっきりします。Your life has been defined. 命がもう明確になります。You will never be sick anymore. もう病気ではなくなります。From today on, 今日から、I wish you brothers and sisters, 兄弟姉妹、the love from God, 神の愛、and I also share the love of God with you all.もう皆さんに神の愛を分かちます。I will see you during the Christmas period. クリスマスの時またお会いしましょう。In Jesus' name we pray. イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。Thank you, Lord. ありがとうございます、主よ。Wonderful, powerful, powerful message. Thank you. Wow. Thank you. Nice.いや本当に力強いメッセージでした、ね、もう私たちは天国の
天国、地上で解くなら天国でこの開かれる鍵を持ってるんですね。イスラエルも、旧約時代、神様との契約があったんですね。旧約という私たち言いますけど、カベナントは神との契約のことをカベナントと言いますが、イスラエルは神様と契約をしました。でもその契約を破ったのはイスラエルの方なんですね。イスラエルが神様の言うことを聞かないで偶像崇拝して契約を破りました。で今は新約です。私たちは、イエス様とクリスチャンの契約です。イエス様とクリスチャンの契約、これが新しい契約です。私たちはこの契約を私たちは尊まなきゃなりません。この契約によって私たちは救われるのです。この契約は神との契約です。この契約は、罪が許されて永遠の命を受ける契約なんです。私たちはこの契約をできていることを喜びましょう。この契約によって神の都に入れるんです。上のエルサレムに入れるんです。そしてこの福音をイスラエルの人たちも知るようになるんです。世界中の人がこの福音を知らなければなりません。世界中の人が救われなければならないんです。天のお父様、感謝します。トランプ大統領のエルサレムがイスラエルの首都であると認定して宣言した先週の6日、本当に感謝します。それはあなたから出たことと信じます。それは、エルサレムこそ神の都だと宣言していることでもあります。私たちは宣言します。イエス・キリストはメシアであると、救い主であると宣言します。そしてエルサレムは神の都と宣言します。エルサレムは神の都、イスラエルの人と宣言します。それはあなたの御心です。永遠から永遠に、永遠から永遠にエルサレムは神の都です。イエス様が再任されて、統治する場所でもあります。イエス様、本当にその歴史的な重大な出来事、私たちが目撃できたことを本当に感謝します。これからも神様の御言葉が成就するのを 見るでしょう。主よ、あなたの御心を行ってください。あなたの御心を行ってください。イスラエルが救われるようになります。イスラエルがイエス・キリストを信じて救われるようになることを心から祈ります。エルサレムに平和が来ることを心から祈ります。祈ります、祈ります。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イスラエルが救われること、そして日本が救われること、本当に祈ります。これからそういう時が来ます。イスラエルの救いによって世界中が祝福される時が来ると書かれています。素晴らしい時が来ます。患難もそれから裁きも来ますが、同時にイスラエルの救いが世界の繁栄をが来るとも書いてあります。
私たちは、その神の御心が行われること、御言葉が成就することを心から願います。そしてかの日に私たちは永遠の都、永遠の命の都、上のエルサレムに行くことを心から願っています。イエス様来てください。イエス様の再臨を心から願います。イエス様来てください。この地上に来てください。イエス様来てください。私たちを救いに来てください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン。もう一つちょっと言い忘れたことが一つあります。なぜエルサレムが重要なのか。それは私たちのイエス様が十字架にかかった場所なんですね。エルサレムはイエス様が十字架にかかった場所です。預言者が死んだ場所です。イエス様が十字架にかかった場所。私たちは十字架を見上げます。十字架を見上げ、なぜエルサレムを見上げるんですか。イエス様が十字架にかかったからですね。全世界が今エルサレムに注目しようとしていることは、イエス様の十字架に目を留めるためでもあるんです。クリスチャンはそのことを告白しましょう。クリスチャンはこう告白しましょう。イエス様がエルサレムで十字架にかかられた。すべての人のためにエルサレムのゴルゴダの丘でイエス様は十字架にかかられた。あなたのためにかかられた。あなたのために身代わりのために関われたと、そのように証ししていきましょう。アメン、アメン、アメン。ありがとうございました。アメン。良い一週間を。シャロン、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 シャロン。